はいどうも皆さんこんにちは、ムーポンです。ピクミン3デラックス引き続きミッションやっていきましょうか。でね、今まで冒険してきた、そう本編で冒険してきたところが、むしろあれか、今までなんか違うコースばっかりやってきたから超お久しぶりみたいなところはあるんですけど、続原生の森お宝探しやっていきましょう。あ、白に変えるやつがあって、で赤いメラメラするやつもいる。で赤き白とそれぞれがいて、今のところメラメラしてる敵が多いような気はしますが、あ、グエグエがいますね。可愛いねこいつ。もちもちしてる。で、あ、チャッピー、寝てるチャッピーがいてっていう感じか。まあシンプル、黄色じゃないと何ともならへんところとかあるんでしょうか。ちょっとその辺がわかんないが、やっていきましょう。え、これ本編で遊んだステージなんかな、なんかこんな感じだっけみたいなふと思ったんですけど。お宝を集めろ、原生の森じゃなくね。キピクミンがそこ必要で、キピクミンは、あー、緑タワワとかもありますね。キピクミンどこだ。っていうことはタワワがあるっていうことは、あれか、お宝を探せ、何気にタワワ初めて出てきましたけど、タワワがあるということは結構往復しないといけないと。でキピクミンはここにいるので、ここのキピクミンをどう持っていくか。シュイーって降りることはできるんか。降りることはできるけど上がることはできないよね。なんか完結線なかったっけこの辺に。なんかでもないよね、ないみたいなので、となると橋を架けるとここの行き来が楽になりますが、ただここの橋はキピクミンじゃないとなんともならない。となると赤ピクミンができるのはこの辺の敵を倒す、で倒してお宝運んで、でこの辺の壁をポカポカするが、まあできそうですよと。でキピクミン、こっち側のブリトニーサイドに関してはね、え、まあキピクミン連れてここポカポカしてっていう感じですよね。で橋もこっち側からかけないといけないみたいなので、どっちにしろ早めに突破しないとダメっぽいよね。ならばとりあえず赤をたくさん連れたい。この辺とか、あ、ブチブチできる。でブリトニーはブリトニーで、こっちの黄色と白ブチブチして、で戦いに挑みたいが、ここまでお宝を回収できるが、お宝を持たせちゃうとピクミンがみんなこっちに行っちゃうんだよね。なのでなんか配分はいい感じにしたいなといったところなんですけど、とりあえずこっちのキピクミンまで向かっていく。なあ、これブチブチ終わってからね、終わってからですけど、こっちはこっちもブチブチいんのか。でそこはピピーで声かければいけそう。でこっちは抜き終わったので、何がいるこの辺、メラメラがおんのか。メラメラきついな。あ、投げちゃった、ちょっと待って。あー、壁裏に行っちゃった。ちょっとここのキピクミンたちは一旦ちょっと壁ポカポカやってもらう。白も行ってくる。でブリトニー黄色投げちゃったから、ちょっと回収行ってもらうか。で、そこの赤は声かけれる。で、あ、メラメラのやついる。メラメラに突撃して、ですぐ倒す。 OK。 でただホームがここだけなので、ちょっと待てよといったところですが、いやー、ここの金塊とかも早めにポカポカしたいんだけど、とっととこっちの壁突破しに行くかね。こんだけ引き連れて、でピクミン合流して、でそこに橋があるが、ちょっと待ってよ、そっちに白ピクミンの集団がいんのか。早めに声かけとく、じゃない、これブチブチか。あ、大丈夫これ、ついたらしい、ついたらしくてね、ここはもうゴーってしてドカドカする。ドカ待ち、ドカ待ちですけど、これどっち開いた、黄色の方かな。黄色の方開きましたね。ただこれが、開いたということは5話がやつが、5話のやつがいるが、パワー足りる、これ。ちょっと待って、こっち向いた、
合流しそう。ちょっと待って、ここ合流したということは、そっちのビリビリに対してポカポカできるようになったので、ちょっと待ってよ、ここ混ざらないようにして、でねえ、黄色突撃で、そこの金塊ちょっと白ピクミンに運んどいてもらうか。4匹ぐらいで、1匹、5匹、1匹余ったね。こっちで、ブリトニーがなんか、これは回収待ちに行きたいか、ここ、いや、キピクミンと合流するか一旦やってよ。アルフ切り替えて、アルフはメラメラ燃えた敵を対処したいが、ちょっと待ってよ、ここブチブチ抜いていく。キピクミンは無事そうで、赤ピクミンがそこにいるが、あのチャッピーを早めになんとかすることで、橋をかけられるならば、ちょっと待ってよ、アルフが抜き終わってるはずなんで、ちょっとここ合流してパワーで押していくか。ちょっとごめんね、にゃっ、いや、もうこのままいっちゃおう。でピーってして、ゴーゴー、ディ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 、ショッケーで、数で押したのでこのまま持っていってもらう。そんなにいる？まあまあまあ、持っていってくれる分には。いや、でここ数が多いな。ちょっと待ってよ、これ白ピクミン使えってことか。よし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 、で、あ、2人体制でブチブチ抜いていこう。で、ここは白全力行きたいと見せかけて、ちょっと端先にかけるか。で、赤ピクミン声かけて、なんか死んだ？ほやややって、あ、ちょっと待って、そっちやばいんちゃん？そっちルートやばいんちゃん？いや、今更やけど、そっちルートやばそう。ちょっと待ってよ。あいつら完全に無視していきましたよね。ちょっとブリトニーにあっちを見に行ってもらいたい。で、アルフはわーっとして、で、ピロリピロリ、あ、ちょっと待って、君たちは仕事終えたからこのまま合流してもらって、ブリトニー、そっちどうなってる？あー、メラメラがちょっと邪魔そう。邪魔そうやけど、ちょっとじゃあ、一旦帰るか。一旦帰って、で、橋が足りないならば、橋をかけましょうと。で、メラメラがちょっと怖いので、こいつ、やっちゃえ。こいつはやっちゃえ。こいつは許さんぞ。許さんぞして、で、こっちもメラメラしてるので赤で突撃。ポカ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 、よし。で、あとここの集団か。そこの集団どうする？ちょっと待ってよ。そこの集団、今ブリトニーが結構引き連れてるので、ちょっとこっち倒しに行くか。ね。そうしよう。そうしよう。わーってしてる。あ、ピクミンたち、あそこ上がれんのか。いいね。もう赤はちょっと運搬要員に変えちゃう。で、ちょっと、あ、ちょっと待って、足りてない、なんか足りてない、いろいろと。ちょっと待ってよ。で、アルフがなんかそこに赤ピクミンたくさんいんだよな。あれはなんだ、あれはあれか、運搬してる人たちか。やったら声かけたらまずいので、そう、橋をかけたいんだよね。なんで、ちょっと橋かけ担当してもらって、で、こっちは、やばい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 、待って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 、出た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 、これ出てくるんじゃない？ちょっと待って、出てきちゃったよ。あ、白ピクミン食われた。あれ、白ピクミン食われたということはそういうことよ。よし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 、オッケー。で、橋を先にかけたい。橋を先にかけたい。アルフがなんか余ってる。アルフなんか余ってる。なんかここにいるキピクミンちょっと合流行こう。で、
ねえ、こっちはオート移動やめて、白で行け。赤も黄色も行っちゃう。よし、みんなで箱で。よし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 。で、橋がかかるはずなので、とりあえずこの辺の橋いらないところはぼちぼち持っていこうか。ね。うん。で、あー、足んないや。待って。あ、君たちはそっちなのね。よしよしよし。じゃあ仕事を終えたピクミンたちがこっちに集まってくるので、アルフがもうすぐたどり着きそうやけど。よしよしよし。これはもうみんな声かける。みんな声かけて、アルフがたどり着きそうじゃなかった、全然。ちょっと待って。一旦声かけて、白行ってもらう。早い、白ピクミン。さすが。待って、ただこっちの金塊がちょっと10匹ぐらいいれば足りる。分からん分からんが、ピクミン声かけて、結局アルフがなんか何もできずにただ合流してしまったみたいな状態なんですけど、待って、ほいってして、でそっちの金塊と、そう、タワワがあるから、ちょっと待ってよ、アルフで白ピクミンを連れ戻しに行ってもらいたいので、橋渡ってこっちで、ブリトニーはこっちにもっと人員咲くかね、カチンカチンしてもらって、なんかそこに集団がいるぞ。これ何してる？集団じゃなかった、イチゴでした。イチゴ回収せなあかんぞ。一応回収せなあかんならば、なんかここに団体さんがいるので、団体さんに向かっていく。で、いや、結構運んできてくれてんだよね。そう、タワワをなんとかしないといけない。から、タワワにも向かいたい。待ってよ。この金塊結構時間かかってんな。こんなもんで、ここウォーってして、で、あっちの陣営はもう終わりつつあるから合流したい。で、ブリトニーはこの白ピクミンを連れてまたタワワの回収に行きたい。タワワでいいよね、タワワ。タワワ、いや、こっちのなんかイチゴの回収に来てもらう。いやー、悩ましい。で、アルフは、アルフどこ向かってんだっけ、これ。これ何しに来たっけ。あ、これそこの金塊か。まだ終わってなかったわ、全然。ちょっと待って。その白ピクミンたちはどこに向かう？じゃあ、それブリトニーか。ブリトニー。いやー、足んないか。いや、絶妙に数が合わないんだよね、しかも。ちょっと待ってよ。仕事終えたピクミンいないっすか？ちょっと待って。ちょっと待って、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 待って。間に合わない、間に合わない、間に合わない。運んでる。運び終わってる。ということは、あそこのピクミンは余ってるので、声かけていきそう。どうなりました？キュイーン。1243。銀メダルか。これ、金塊結構持って帰れてなかったのが、ちょっと響いてる感じがありますが、なんか一山手前みたいな、なんかそんな感じみたいですけど、引き続きやっていこう。よし、記録は残りませんが、記憶には残していくスタイル。さあ、セーブしています。セーブしました。レディーゴー。ゴーして、で、自動移動はやめて、パパパッで、そっち声かけて、なんかここに大きいのあるけど、とりあえず奥向かうか。で、大きいやつはブリトニーが集団を引き連れてくれるんで。その金塊どっから来た？こっちのやつが終わったんか。終わったっぽいよね。この集団を連れて、そっち行く。で、アルフは、あー、もうちょい、もうちょい。タワワがあと1個。あ、タワワ終わった。タワワ終わったならば、ウォーってして、で、よし、この人数で運ぶ。持っていけるよね。うん。いやー、ちょっと足んなかったね、これ。あと残骸、残骸残ってんぞ、ちょっと。ブリトニーさんお願いします。
え？もう何も残骸ない。倒した後なさそうなので、その1個が回収できれば OK。 とりあえずなんかそっち余ってるビルに回収に行く。これ足りる？足りませんでした。足りません、すいません、足りませんでした。こっちのピクミン連れて行きます。やっぱりもうライアルフにはあげないよ。で、はい、よし、フルパワーだ。しかも配置がちょっと絶妙だったんだよな。なんとも言えないね、これは。いや、最後の一匹がちょっとでかかったな。やっちゃったな。いや、まあ、そもそも、あれだけどね、居残りだったんだけどね。居残りの中でもやっぱ一本切れるのと一本切れないのではやっぱ差があるかなって感じがしますが、まあ、なんとかクリアはできましたと。ミッションコンプリート。やったぜ。ただ銀メダルと。うん、やっぱ最後まで金塊残しちゃったもんね。金塊のポイントはでも600か。そうね。あの近くて大きいやつ。あいつが200やったんで、橋かかった瞬間に、早めに回収に行ってれば、割と高ポイントを狙えてたのかなと。で、金塊はまあまあまあ、ちょっと時間かかっちゃいますよね、みたいな。1個3ポイントでしょ。っていうことは、何 ?200 とかっていうことは200往復するってことでしょうね。となると、ちょっとポイント効率悪いんかなって感じは、まあなんか、やっとけみたいな感じでお願いして、で、終了時間ギリギリで終わると、多分ね、いい感じにポイントに入ってくるんだろうなって感じはしますけど、やっぱなんか大きいものを運ぶ方がポイントは高そうと、そんな感じではあったか。まあとはいえなんか金塊は時間かかっちゃうから、ついついなんかやっといてってやっちゃいますよね。っていうところがあったんですけど、またね、次回は、続原生の森。ここと一緒でしたね、原生の森。一緒でした。一緒でした。全然、本編で遊んだステージではなくと。あ、違う。原生生物を倒せに関しては、始まりの森とか本編のやつや。っていうことで、ちょっとね、そう、今回のなんかまあね、この辺のミッション限定のステージに関しては、お宝を集めろ。でしかもう遊べなくなりましたが、またね、次回も、次回はあれか、原生生物倒すかな、やっていくと思うんで、またね、次回もお会いできればなと思いますので、ここまでご視聴いただきまして、ありがとうございました。また次回お会いしましょう。またね。